様こんにちは。終身を学ぶの時間です。この番組はハート出版が出されている復刻版教科書シリーズのこちらの初等科終身を解説していきます。解説してくださるのは小薙善光先生です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、この復刻版教科書シリーズの初等科終身5年生に入りまして、5年生8週目でございます。今回ご紹介するのはこちら、皆さんもご存知の間宮林蔵です。間宮林蔵って教科書で習いました？習いました。あ、僕そうですよね、はい、やっぱり皆さんも教科書でおなじみの方です。それでは教科書をお持ちの方は140ページ皆さんもご覧お開きいただきまして、先生に朗読していただきます。はい、それでは読ませていただきます。12間宮林蔵。間宮林蔵は文化6年の5月12日樺太北端の何王までやっとのことでたどり着きました。民家が5、6個ほどしかない寂しい部落です。そりゃそうです。寒いとこですから ね。少し南の野手と4月に立ってここまで来る間に調べたところでは、樺太とダッタンの陸地とかが両方から迫り合っていました。海の水はみんな南へと流れます。小さな三端線を使って乗り出しても格別骨が折れるというこというほどではありません。潮流は至って緩やかだからでした。ところが何王から先はだんだんに海が広がっています。海水は北の方へと流れます。しかも山のような大波が激しく噛み合って船をここから進めることはもうできなくなってしまいました。林蔵はちょうど地の底からでも湧き起こってくるようなゴーゴーというものすごい海鳴りを聞きながら、この大自然の姿をじっと見つめて動こうとしませんでした。そうだ、やっぱり海峡だと林蔵は顔を輝かしながら思わず心の中で叫びました。文化5年春、松田伝十郎と一緒に渡ってから第2回目の樺太探検です。しかも今度は一人でした。今初めて林蔵は間のあたりに黒竜江の濁流が狭い海峡に流れてきて、こっから北と南への潮流を二分させている光景を見たんでした。その上、海峡を越えて海が次第に広く開けようとする様子もはっきりと突き止めることができたのです。2年目を数える長い苦しい旅の疲れも、飢えを忍んだことも、みんなこのひとときの感激によって消え失せました。けれども林蔵はここで気を緩めるような男ではありません。ロシアの国境まで奥地を探検するのが北辺の風雲急なこの時期に自分に与えられた使命ではないか、そう思うとすぐにでも教会を見定めるため出発したいという気持ちに駆り立てられました。もう船も進まない先へ行くんですから、手打ちなく準備をしなければなりません。いろいろな事情で林蔵はしばらくの間土人たち、これは当時の教科書ですね、土人たちと一緒に暮らすことに決めました。魚も取れば狩りもしました。木も切れば網もすきました。こうして土人たちと暮らして話をしている間に、樺太が離れ島であって他の国と境界を隣り合わせにしている土地ではないということがいよいよ確かになりました。土人たちは海を越えてダッタンへ渡ればロシアの国境がわかると言います。よし、それではダッタンに行こうと林蔵は固く決心しました。土地の周知を公儀が品物交換のため大陸を渡ろうとしていました。この良い機会を逃しては二度と大陸へ行くことができないと思ったので、幾度となく林蔵は公儀にどんなことでも我慢してみせる、ぜひ連れてってもらいたいと熱心に頼み込みました。そうしてやっとのこと、林蔵が船を漕ぐという約束で遠くダッタンまで出かけました。途中の苦しみはこれまでにも増して例えようのないものでした。しかし林蔵は生死を超えて、ただ国を思うの真心から外敵に侵されようとしていた北辺の守りのために身を投げ出したのでした。林蔵の願いは見事に達せられました。という物語ですね。どんな感じですかね。学校で習う分にはこう間宮林蔵がこう地図を、うん、地図で活躍したっていうところしか習ってないので、もちろん考えていれば大変だったんでしょうけれども、その大変さっていうところは習わないじゃないですか。だから、あ、地図を作ったんだなっていう表面的なことしか学べないんですけれども、はい、むしろ私は学校で
こういうことを学びたかったなって思いました。そうなんですね、うん、樺太のね一番北の外れ、今あの地名で何をというのが出てきましたけども、これ樺太の北の外れなんですね。でそこはこの大陸がありまして、はい、大陸と樺太がですね、こんな感じ、もうこんな感じでもうほとんどこう接してるっていう、この状態になってるところなんです。ただべったりくっついてるんじゃなくて少しだけ間が空いてるんです。でさらにすごいのが、ここのところっていうのはちょうどこういう感じ の大きな湾を形成してるんですね。湾を形成していて、そこには北極海から冷たい潮がダーッとこう南下して、この湾のところに流れ込んでくるわけです、はい、この強大な湾にドーンと落っこってきた冷たい水がこの狭い海峡のところ、ここを褒めがけてうわーっと集まってくるわけです。でこの集まってくるところに今度黒竜江って言いまして、はい、大陸の大きな川なんです。この大きな川の水がそこへまたドーッとぶつかってくるんです。で両方の水が合わさりまして、はい、で弾けてでそれが一部はもう日本海の方に向けてものすごい勢いでブワーッと流れる、まるでシャワーのようにこうそこからダーッとこう流れていくというね、そういうものすごい強烈なところなんですね。もちろん冬になりますと流氷に全部閉ざされてしまう、氷で浸かってしまうわけですね。で夏になりますと今度は潮の流れが猛烈な勢いで襲ってくると。厳しい自然環境のところなんですね。なんですね。で今おそらく皆さんの感覚としては樺太っていうのはこれロシア領であってロシア人が住んでるところと思ってらっしゃる方が多いと思うんですけども、今ここで土人って言っていました現地の人、州長さんがいましたね。州長さんのお名前が高二さん、この州長さんって、日本人と同じ民族なんですね。まあアイヌ族とか言いますけど、アイヌ族とか言うけど日本人ですから要するに日本人と同じ民族で同じような言語を喋ってる、まあ、かなり、まあ、方言がきついというか訛りがきついんですけれども、同じような言語を喋っている、同じような人たちがそこにで生活をしている北の外れですね。でそこに要するにロシアの、手が忍び寄ってこようとしていた。でもっと言いますとね、間宮みりん像が生きた時代っていうのはまだシベリアは無主地だった時代なんです。つまり主人がいない。で今この21世紀、今こう収録しているのが2021年ですけれども、この2021年現在においてシベリアというのはこれおそらく皆さんロシアの一部だと思ってらっしゃると思うんですけども、違いますからね。ロシアの植民地ですから、ロシアの一部じゃないですよ。ロシアの植民地ですよ。で、ロシア人がそこに資源が豊富にあるのでそこで資源を掘るという商売をしている。ただし圧倒的に多い、人口として多いのは我々日本人と同じ人たちが住んでいます。でシベリアのあたりってハバロフスクですとか、あるいはなんとかスクっていう名前が多いじゃないですか、はい、なんとかスクってもともと日本語なんですよね。日本語なんですか。ハバロフスクってハバロフの宿なんです。宿場町の宿、そのスク、ハバロフ宿、ハバロフの宿。そうなんですか、はい、イルクーツクって言いますけど、イルクの宿なんですよ。知らなかったです。それからほら寒いところなんで口を大きく開けてイルクーツクって言うわけにいかないんで、イルクーツクって言いますから、イルクの宿って、そうだったんですか、イルクの宿がイルクーツクになっちゃった。なんかもともと同じ日本人と同じ人たちがそこに住んで生活をしていた。でそういう人たちはが、奴隷のような扱いを受けるっていうのがこの間宮林蔵の時代の後にまた起こってくるわけです。なぜそれが起こるかといえば、ロシアがシベリア の当時は資源っていうのは分からなくて、シベリアにいるシロクマ君とかね、ああいうものをこう狩りして、取って殺してで毛皮を取るっていう、そのためにロシア人たちが入り込んできていたという、そんな時代であったわけですね。でこれを守るためにどうすべきなのか、特に樺太のあたりというのは、これは樺太のさらに北側ってのはどうなってるかはやっぱりわからないというふうにされていたんで、はい、それについてしっかりと確認をしていくという必要はあった。大体樺太、北海道の北側の樺太っていうのはそのまま大陸の一部として陸続きだというふうに考えられていたわけですから、
ところが間宮林蔵の調査によって、細いけれども海峡があって潮が猛烈な勢いで流れていて、これも今描写がありましたけど、ゴーというすごい音を立てて潮が流れるというね、すごいですよね。そうですよね、はい、だってその何が起こるかわからないところで、はい、ね、特にこう、まあ、寒さですとか本当にもう大変な思いですよね。で途中の苦しみはもう例えようもないものだったっていうことが本文にもあったりしますけれども、はい、そういった思いを耐えられてこられたっていうのがすごいなって思いますよね。そうですね、うん、まあ、この、まあ、間宮林蔵の話を終身の教科書が、うん、要するに人の生きる道ですよね、身を治めるための終身の教科書がなぜここで小学校5年生向けに間宮林蔵を引っ張ってきたのか。しかも間宮林蔵といえば日本全国の測量をした人物として有名なのに、はい、なぜかここで登場しているのは樺太の話だというわけですよね。そうですよね。これおかしいと思いませんか。確かにそうですね。はい、どうしてなんですか。ここで間宮林蔵イコール北方の日本の、領土としての樺太の存在、樺太は、まあ、あの日露戦争の後南半分が日本ということになりましたけども、うん、これ千島列島と樺太の交換条約に基づいてそうなったわけで、もともとははっきりとした主人というのは分からない状態にあったわけですよね、うん、で、もそのロシアが実際樺太に入り込むよりももっと古い時代から日本というのはこの樺太に実際に測量のために人を派遣していた、こういう事実があったということなんですね。でも新しい時代、間宮林蔵の時代よりも後に軍事的にここを占領すればロシアの領地にすることができるじゃないかっていう話になるんでしょ。そうするとね、ここで重要な問題が起こるんです。軍事的に領有することができるというのはこれ力による支配なんですね、はい、その力による支配に対して、いやそれ間違ってますよ、そこあなた方の領地ありませんよと言えるものはこれは何ですか。正義ですよね、はい、つまりで、じゃあ正義とは何かといえばどっちが古いかでしょう。あ、そうですよね、はい、つまりより古いものがより正しいものというふうに、考えられる。つまりより古い時代からずっと生き延びているものがそれが正しい、つまり正義、正しいかどうか、正しいのか間違っているかという判断は力が強いとか弱いとか支配しているとか支配していないということではなくて、古いということが非常に大きな要素となっているということを実はここで学んでいったわけです。そう考えるとこう古さで言ったら、はい、日本の歴史っていうのはものすごく長いことですもんね、はい、そういうことで子どもたちはじゃあ改めてこうこの樺太だけではなく日本国土全体のこう歴史や古さにも思いを馳せたのかもしれないですよね。です、いいところに気がつきました。そこが要するに日本人としてあの生き様につながってくるわけです。新しければとにかく勝てば官軍だと、俺は強いんだ、俺はレスリングで優勝したんだとかねいや、まあボクシングのチャンピオンだとかって言われるかも分かりませんけれども、でも日本人っていうのはそういうことで威張らなくても、そもそも古い歴史を持ってる、古くて長い歴史を持ってるということはそれは正義を持ってるということなんですね。正しい道を知ってるということなんです。そこが世界の新しい国々と日本の大きな違いなんです。正しいとは何か、その正義っていうものが何なのか、このことを、しっかりと学んでいく、これこそが日本の持つ底力になるよと。だから君たちは武力を持って、で例えば樺太半分ロシアに取られたと、気に入らねえからロシアぶん殴って、で兵隊さん進めて樺太ぶん取ってくればいいじゃないかっていうね、そういうものの考え方をするような国民に育ってもらいたくはないと。何が正しいのかということをちゃんと判断して、自分の意思で判断して行動できる、そういう人材に育っていってもらいたい。そういうことなんですね、はい、確かにどれだけうちの国が強いか腕力があるかっていうことではなく、どれだけ古くて長くて歴史伝統があるかっていう思いの方がやはりこう国に対する感謝やありがたみっていうものが増してきますよね。そうですね。正しいっていうことはどういうことなのかという、はい、力と正義の総国じゃないかな
どちらもなければならないもの、正義も必要だし、はい、それから力も必要だし、正義を実現するためには力が必要。でも力には絶対に正義が必要、はい、この両方が相互補完的にお互いにお互いを補うことができるようになった時に初めて人類って進歩できるんじゃないですかね。本当ですね。そんなことを学ばせてくださった、はい、間宮倫三の回でした、はい、それではまた皆様、また次週も終身を学ぶでお会いしましょう。小薙先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。